はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、デラックス妖怪ウォッチ U プロトタイプです。はい、ゼロ式の発売から1年経ってついに新型妖怪ウォッチが発売しましたね。パッケージには主人公2人のケイタ君と稲穂ちゃんが載ってて、ここに書いてある通り、これまでの妖怪メダルプラス B メダルとメリケンメダルも読み込みますから、全メダル対応なんですよね。これはすごい。さらに次世代更新型新型ウォッチ、このように書いてあって、召喚ソングが増える、変わる、今後配信されるデータを読み込むことでパワーアップするみたいですね。妖怪ウォッチ U 本体プラス初のメリケンメダルも付属して、これも派手そうですね。後ろは機能説明になってます。ではレビューしていきます。遊び方を見てみると、基本はこれまでと変わってなくて、メダルをセットして召喚ソングが鳴るんですが、今回は各種族ごとにライトが発光するんですね。探知モードもついてますし、収録音声は500種類以上。そして SD カードを使えば、新しい妖怪や新しい召喚ソングが続々と増えるかも。これまで以上に長く遊べそうですよね。ではいよいよ箱を開けましょう。ついに妖怪ウォッチ U とご対面。お、これは置いておいて、妖怪ウォッチ U 本体は、このように、おお、大きい、あ、すごい、新型だ新しい、なんかベルトが短くなったかな、なんだろう。これまでと確かにガラッと変わって、より機械的というか、パワーアップした感じですね。すごっ、これが新型ウォッチなんですね。はい、中身はこうなってて、デラックス妖怪ウォッチ U 本体と説明書、新しい妖怪メダルのメリケンメダル、ウサピョンとピントコーンです。赤いクリアパーツをベースにラメが入ってて、上下の柄は旗ですね。アメコミ風の背景デザインになってて、名前の部分のカラーが種族ごとに違いますね。ウサピョンはホロで、ピントコーンはノーマル。ひっくり返すと、星柄のモールドが入ってます。これまでのものと比べても、ベースカラーもデザインも全く違いますから、新型って感じですね。そしてデラックス妖怪ウォッチ U。全体は、このようになってて、表側、裏側、横から見ると、ここが SD カードスロットで、反対側は電源と探知モードのスイッチ。ベースはメタリックの水色の成型色で、ベルト部分はいつもの軟質パーツ。裏側のここがスピーカー。長さが短くなったかなって感じですけど、ゼロ式と比べると、あ、やっぱりベルトの長さが変わりましたね。穴がある方はこんなに違いますし、ループがついてる方も若干短くなってます。ただ、穴の位置は変わりませんから、今まで通り普通に大人の僕がちゃんと装着することができます。うん。全然余裕ですし、穴も結構余りますね。ループに通すことで、おーおー妖怪ウォッチ U を装着することができます。やっぱりごつい。高さ自体はそんなに変わんないんですね。本体の位置が結構分厚くって、クリアパーツのカバー部分が若干薄め。ゼロ式と比べても少しだけ今回の方が高さがあります。スイッチ類は探知モードのここのボタンのみで、押してもカバーパーツの展開とかそういうギミックはありませんから、この辺のパーツも固定ですね。横の SD カードスロットは爪で開けることでスロットが開きますので、普通のサイズの SD カードをカチャッと差し込むことができます。本当にいけるのかな。おーおーおー押すと、おー、パソコンみたいにカチャッと入りますね。すごっ。パーツもかなりしっかりしてます。今回はボタン電池じゃなくて単4電池ですから、ここを押して矢印方向に回すと、よっと、おー、取れますね。妖怪ウォッチのモールドが入ってて、ここの蓋を取ると電池をはめるとこがあります。ってことは、今後ベルトのみの販売とか、アップルウォッチ的なことがあるんですかね。電池をセットして、蓋を閉じて、ベルトパーツをはめます。では、ギミックを確認しましょう。まずは、電源オン。おーもう、発光が、全然違う。もう一回。ここが光るんですよね。おー !LED 綺麗。
これまでのサーチライトとはだいぶ変わりましたね。まずはボタンを押して探知モード。いきます。お、音声はこれまでと変わらず。光ってるとこを見ると、あ、こんな感じで全体が発光するんですね。こういうはっきりとした照射はなくって、ふわっと光ります。少しだけ光ってるのがわかりますかね。電気を消すとこんな感じ。はい、このように丸くというか四角く光ってますね。ゼロ式。おー。普通の妖怪ウォッチ。おー、なるほどね。光り方にも微妙に差がありますね。では、いよいよ召喚しましょう。やり方はすごいシンプルで、メダルをセットすれば終わり。ゼロ式みたいに、くるくる回るパーツとかはついてないですね。俺の友達、出てこい、ウサピョン。妖怪メダル、セットオン。音声すごっ！めちゃくちゃガラッと変わって、しかも、ここが超発光する。そして、アニメで名前がヒョロヒョロって出る、あの音声も入ってますね。すごっ！ウサピョンは薄らかりですけど、ギターサウンドですね。面白い！セット状態で探知ボタンを押すと、ウサピョン！はい、名乗りですね。長押しすると、探知モード。メダルの出し入れの感触もすごくいい。もう一度聞いてみましょう。やっぱり発光すごっ。そしてサウンドも音量大きめで音もクリア。めちゃくちゃパワーアップしてますね。ピントコーンも召喚しましょう。不思議族ですから、どんな音声でしょうか。出てこいピントコーン。妖怪メダルセットオン。これはサンバかな？さっきの薄らかりとは全然違いますし、ちゃんとここがイエローに発光しましたね。ボタンを押すと。ではもう一度。さらにメダルを逆に入れて、そうじゃないよ聞いてみましょう。そうじゃないよ。そうじゃないよ。この音声も変わりましたね。そうじゃないよ。これが現時点での全ギミックなんですけど、説明書を見ると更新の仕方も詳しく書いてあって、更新用意とかバージョン〇〇更新始め、サウンドも出るみたいですね。では最後はいろんな妖怪メダルを読み込ませてみましょう。まずは銀フレーム。プリチー族の音声は可愛い。続いて Z。アラビアンっぽいサウンド。キュピーンとか、新規音声かな？さらに古典。
盆踊りっぽい感じですかね。最後は B メダル。なんか特別な音声が入ってました。ちゃんと全メダルに対応してましたから、妖怪ウォッチ U があれば、アニメのケータ君と同じで、これまでの妖怪ウォッチは、引き出し行きですね。最後にフル装備しましょう。はい、3つ同時に装着すると、こんな感じ。なかなかいかついですね。では、3体同時に召喚。はい、ということで、デラックス妖怪ウォッチ U、プロトタイプを紹介しました。さすが新型妖怪ウォッチだけあって、アニメに近いサウンドになってて、それもすごく良かったですね。しかも、LED が種族ごとに、いろんな色に発光しますし、全妖怪メダルに対応してますから、とりあえずこれを買っておけば、どんなメダルも遊べますね。全召喚ソングをまだ鳴らしてませんから、次の動画では、10種類一気に鳴らしましょう。以上、デラックス妖怪ウォッチ U、プロトタイプの紹介でした。